皆さんどうもピーマンです。今回は横浜2連戦をプレイしていくぜベイベー。現在の順位はリーグ4位、1打 21.5 ゲーム差、そして1位のチームはもうマジック3が点灯しておりますね。で現在3位のヤクルトとは 4.5 ゲーム差となってます。そして残るゲームは8ゲーム。はぁ、もう負けられません。一度もね、一度も負けちゃダメだ。必ずね、必ず全て8ゲーム勝っていくつもりでやっていこう。現在、今季の横浜との対戦成績は6勝8敗1引き分けとちょっと負け越してるのでね、この2戦で勝率を5割に戻したいと思いますのでね、どっちもどの試合も勝つつもりでやっていきましょう。まず先発、今日の先発は番長ミラ。君に決めた番長ならばいけるでしょう。番長が無理ならばもう無理ですね。横浜の番長ではなく、ベテランズの番長としてこのマウンドを立ってもらいたい。そして今日のベストオーダー、新井さんをサードに入れて、ガッツは今日はスタメンから外す。和田さん調子悪いが、まあそれなりに打ってくれるでしょう。今日は、こんな感じで OK かな？このベストオーダーで戦っていきたいと思います。やっていこう。ボコボコじゃあ絶対に勝つやろう。これのバカ野郎、行こう。いきなりピンチですけどね。まあ、ジョミラ。ゲッツーシフト。まあ、ゲッツーシフトで OK かな。はい、OK。まずはワンストライク。で、ツーストライク。イエーイ。ほんで、最後1球何？シュート。ボール。いいんです。それはいいんです。はい。ジョーンズ！ジョーンズ！今の取れない。バックホーム！打ちセーフ！今のは取ってほしかった。そしてさせない。いろいろと事件が起こった。もしもレフトが一郎だったらば取ってくれ。そして取れなくても刺してただろう。守備の名手 AJ はどこに行ったんだ。はい、ゲッツ。オーケー。1点取られたが1点すぐ取り返すか。大丈夫、1点で済んだだけありがたいと思わないとね。またピンチ、またピンチなんですよ。おお、1点取ってるね。2アウトランナー2塁1塁。ここで筒子、死ねって言ってますよね。確実にいいぞ。恐ろしいバッターである。流した、イエース、真正面。ふぅ、このピンチ抑えだった。レッツゴー、イエー。つつこを抑えれるとは思わなかった。絶対打たれるなと思いながら投げたら、結構抑えれるもんだね。いい打球打たれとるけどね。さて、新井さん、ノーアウトランナー二塁一塁。ここで素晴らしいバッティングを見せてくれ。今日、好調の新井。調子のいい新井。はい、素晴らしい一二遊間。ふぅ、ノーアウト、ランナー満塁、このチャンス、ここでバッター、荒木じゃなくて和田さん、ホームラン打ってるね、今日。はい、ただハゲ、もう帰れ、いいや、ハゲ用はない。オッケー、ハゲのことは忘れよう、みんなハゲは記憶か消せ、ハゲを覚える時間がもったいない、記憶か消せ。ノーアウトランナー満塁から点が入らないっていうのはもう本当にね退屈な野球をしてるよね。全国の子供たちは何を思う。こんなクソみたいな野球を見て、あ、野球って面白くねえな、サッカーやろうってなるでしょ。ふざけんじゃねえ、子供たちに希望や勇気を与える野球をするんだ。野球って楽しい、野球をやってみたいなと思わしちゃおうよ。そういう野球をしていくのが俺のテーマだからね。クソしょうもない野球なんてすんじゃねえ。負けるにしても勝つにしても子供たちに喜んでもらえる、ファンに喜んでもらえる野球をする、それがテーマだ。あんな野球してるようじゃもう誰も見んよ、お前のことなんて。注目せんよ、こんなクソチーム。グリエルを抑える、日本に来なかったバッターだ、抑えれるだろ。ナイス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 ピッチをさ、ナイスバッティングで返さないで。どういう打撃センスだよ。外のフォークナイスピッチ打てるわけねえだろ、お前。あんなちょこんと合わせてライト前ってどんな世界だよ。ここで筒子とかさ、もう完全死ねって言ってるよね。死ねって言ってもらってもいいよ、もう直接。いい。俺耐えれるよ、別に。頼むよ、新井さん。真正面。まさかの2打席連続筒子を抑えるというハプニング。これはなかなか珍しいことですよ。素晴らしいね。ゼロ度。抑えたのにまたピンチ。番長さん。番長さん。抑えないと。抑えてくれないと。全力、はい、三振ありがとうございます。6回まで1失点。もうやらんぞ、もう抑えるぞ。7回裏点取るぞ。アウトランナー2塁。勝てるぞ、ここで1点入れば確実に勝てる。イエスボール、イエススリーボール。第4球をストライク。
もうね、本当に悲しい。マンチョミラ、マンチョミラ、いや、大だ、ここはもう大だ。お疲れ様、7回投げてくれたことで、俺はもうすごく嬉しいよ。今日は素晴らしいピッチングだったね。で、俺も番長三浦で抑えれたし、最高の1日となった。はい、抜けた。近所の打球は内野安打。素晴らしい。さすが近所、代打の切り札だね。もうこの男は本当にすごいわ。近所だよね。近所で合ってるよね。素晴らしい。ピッチャー弾いての内野安打。そして一応、結局この男は全部持っていくんだよな。美味しいとこだけいただきました。よろしく。ごっさんですですよ。頼むぞ一郎、絶対に打たないとダメだ。ボール、スリーボール。ここはよく選びました。カウンタースリーボール、ノーストライク。ふう。投球これから5球目。入った。センター前。はい、レッツゴー。はい、美味しいとこだけいただきました。ありがとうございます。ごっさんです。ほう。ナイス。これぞ一郎という素晴らしいバッティング。センター前です。落ちる球はカキンですよ。まあ、正直ね、スリーボールだったので、フォアボール選んでもよかったかもしれないですが、やっぱ一郎で決めたいっていう思いが僕の中ではあったので、一郎ファンとしてね。ここで打ってくれる一郎だから俺は好きなんだよ。まあ、打ったのは俺なんですけどね。一郎イコール俺になってるね。はい、これでいいバタ、これもいいバタ。落ちない、あ、落ちないんだね。あ、そうなの。いいとこ打ってるけどね。それもうこのまま逃げ切ろうよ。ピンチなしね。ピンチゼロでいこう。はい、OK、ナイス。まず1戦目、無事勝利。フォー、レッツゴー。ナイス。この接戦を制したっていうのは残る7ゲームですか。8ゲームはもう終わり、これで8試合目、残る7ゲーム、次の7ゲームね、かなり希望や勇気っていうのは与えた1試合となったんじゃないでしょうかね。よし、今季和田さん32号、番長ミラ9勝目、アルケンボーグ15セーブ目あげることができました。ありがとう。今日はこんな感じだね。一郎がマルチ、和田さんもよく打ってくれた、素晴らしい。で、投げる方では番長7回投げて1失点。これも良かったね。ギボンズ。そしてファルケンボーグも0で抑えてくれました。今日は逃げ切ったね、投手戦で、この接戦を制しました。なかなかないよ、こんな。最近ないよね。最近ボコボコに打たれてたからね。珍しい試合になりました。じゃあお次2試合目。今回最後ね、これやっていきましょう。ゲーム差は 4.5 ゲームで変わらずか。ヤクルトも勝ってるってことなんだろうね。まあでもわからない、ヤクルトもここから負け出すみたいなこともあるかもしれないんでね。今日の先発は斉藤佑樹、君に決めた、うん、君ならいける、君だからいけると俺は思う。いけるでしょ。で野手ではどうしようかな。まあ野手はもう変えなくていいね、このまんまが。いや、和田さんを5番にしてガッツを6番、これで OK だ。必ず勝つ、やっていこう。ブルーエッジー、絶対に勝つ。このカードは絶対2連勝で終わる。斉藤佑樹、わかるよね、斉藤佑樹。ここで抑えるんだ、斉藤佑樹。分かってるだろ。もう知ってるんだろ。抑えれるんだろ。おい。よりにもよってさ、荒波にさ、そんなクソみたいなだけ打たれるか、お前。無理だ、こら。完璧に決まってるフォーク、これだよ、みんな。インコースあんな打たれたらもう無理。1点取られたぞ、斉藤。分かってるんだろって。もう分かってるんだろ、もう行きたいんだろ。センター前だ。何してんねん、これ。もう頼むから抑えてくれよ、本当に。リアルガチな話を今しているんだよ。伊能にまで打たれたら終わりだぞ、これ。よし、ホーム、ゲッツ、ホーム、よし、ナイス、ピッチャーは、あー、打ち止めない、ファースト、まあいいだろう、3点目は不正だよ、よし、ナイス、ストライク、イエス、ここは引っ張りシフトと言っておこうかな、インコースを攻めるよ、イエス、ナイス、三振、膝元決まった、あのストレートは打てない。そして来い。おお、チャンスできたよ。2点取られたんだ、すぐ取り返そう。斉藤佑樹、自援後の時間がやってきた。打つんだ、斉藤。斉藤よ、お前は野手として目覚めるのじゃ。投手ではゴミだが、野手ではいいバッティングをしてくれると思う。いいんじゃない、斉藤のプロ野球人生みたいな打球で。しょうもないっていうね。テーマはしょうもなさだ。そしてまたピンチ。2アウト、ランナー2塁1塁。はい、ガキンドッカン。そら打たれるわな。もう打ってくださいと言わんばかりのカットボールだよ。
はい、スリーランね。はい、負け負け負け。やめてしまえ、こんなゲーム。やめよやめよ。もういい、もういい、もうやらなくていい。もうピンチで回してくんじゃねえ、クソゲーバカ野郎。もういいっつってんだろ。もう行きたいんだよ。もうやめたいんだよ。もういい。もうやらなくていい。どこ投げても打たれるならやらなくていい。ど真ん中、失投ここで投げる。しかし、ゲツ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 。今のでゲッツー取れないの。メジャーなら取れてるけどね。斎藤隆がいた時代のメジャーでも取れてるよ。守備能力の違いっていうのがちょっと悲しいね。プレイ一つ一つが遅い。そしてチャンスですよ。チームは 5-0 完全に負け取るけどね。完全なる敗北者ではありますが、まだ諦めてるわけじゃない。絶対にこのね、ヤクルト追いつくんだ。そう決めたんだ。そのためには今日勝つんだ。負けてるようじゃ何もできない。何も何もだ。ボール、イエス。フォアボール。いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。若干逃げた感が否めないけどね。あ、逃げたなと思ったけど、まあ逃げる時もあれやな。第2球投げました。よし、ボール。カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目。打ちました。いや、俺に迷ってなんでそれを打つんだ、お前は。本当にムカつく。お前それしか打ってないよね、ここ最近。荒木よ、投げました。初球を打ちました。掴んだ。二塁送球、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。泣きたいのは僕なんです。もうまたピンチ。もういいよ、今日はもう負けだからよ。何歩ほど打たれるんだよ。中継ぎでどれだけ打たれるつもりだよ。もうウィップがやばいね。 2超えてるんじゃないの、ウィップ。絶対超えてるよ、これ。どんだけ打たれてんのよ。ゲツゲツ、これでゲツ取れなかった、本格的終わりだよ。当たり前だね。チャンスでいい、チャンスでいい、チャンスで回してこい。チャンスで打つ。今夜ノーアウトランナー2塁1塁。投げた、外れた。もう第2球、外角高め、際どい球。ボール、バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライクです。ボール、カウントは3ボール。投球これから4球目。4球目ストライク。さあ5球目。よーし、ナイス、ランナー満塁。そして高橋かも。第9投げた。ファール、イエス。びっくりした、すごくね。びっくりした、打てない。第3球、アウトロー際どい球。ボール、ここはよく、こんなに打てないもんか。カウントは1ボール2ストライクです。よし、落ちる。はあ、なんじゃそのファインプレー。絶対ありえないだろう。絶対ありえない。もう敵のファインプレー率がおかしすぎる。俺ん時そんなん全然ないじゃん。投げた、打ちました。切れていきます。ファール。第2球、2球目ストレート。 AJ ぶち込んでくれ。 AJ の一発を、重い一発をぶち込んだれ。1つ外してボール。カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目。よし、来た、ライト前。これは落ちるだろう。これは落ちるよ。イチロー本まで行って、いけるいける。さすがイチロー、素晴らしい走力。さすがだね、足の速い選手は本当にいいよ。そして和田さん、ここでホームランが出れば。よし、まあいい、まあいい、まあいい。甘い球ではあるけどね。甘い球ではあるが、まあホームランじゃなくてもいい。しゃ、そしてガッツ、決めろ侍、決めるんだ。フルスイング。はい、犠牲フライにはもってこいの距離ではあるか。まあ、今、今、3点目、3点目、3点目。はい、OK、ナイス。ナイス、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 ナイス。素晴らしい。そして、荒木、ここで荒木とか何の期待もできないけどね。クソみたいなだけでまた凡退するんだろ。なんか荒木だと全然打てねえんだよな、俺は。第3球。ああ、もう待ったないやごろ。せめて惜しい当たり打てよ。なんなの真正面って。数あるじゃん、凡退方法ってさ。いろんな方法あると思うけどね。またピンチ。だからもう斎藤隆、抑えろよ。なんぼほどピンチで招くんじゃ。ウィップも2位超えてるよね、確実に。毎回ランナーがいるんだけど。いやもう振ろうよ、振ろうよ。愛三振ありがとう。当たり前の話だよ。スタミナ切れてるから、ここは頑張ってもらわないとね。はい、ど真ん中、失投打たれたが、真正面ありがとう。
これで3アウト。よっしゃ、このまま点を取れ、点を取って、いや、いや、代打、代打、代打は遅れないんで、そうだ、セカンドは誰もいないからね。荒木を今、セカンドを使ってるけど、ショートか。内野手はね、井端と、あれしかいないからな、ショート守れんのね。変えたら、ダメなんだ。抜けろ、抜けろ、イエス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 、ナイス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 、トゥーアウト、ランナー満塁、トゥーアウト、ランナー満塁、トゥーアウト、ランナー満塁、そこが重要です。このチャンスで相川、頼むぞ。相川は個人的には打ちやすい選手ではあるけどね。頼むぞ相川、俺を幸せにしてくれ。いいいいいい、一気見逃していい。全然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 問題ない。 OK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 。 イエ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 イ。あっあっあっ、まあいいまあいい、落ち着け落ち着け落ち着け、フルカウントだぞ。イエスボール、イエスボール、よし、4点目、ナイスナイスナイス。そんでここピッチャーか、代打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 、ピッチャー変えてきたね、大原。大抵ね、コパブロンピッチャーっていうのはね、あの最初のこう変えてきた後の1人目は大抵ちょっと制球が定まらずフォアボールっていう展開があるからね。他はまあ見ていくというあれもあるよ。ほらねほらねほらね、いきなりボールから入る。このパターンは全く俺の計算してるパターンだ。ほらねほらね、ツーボール、制球がほとんどのピッチャー定まらないからね。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、こんな急遽出されたらね。一応肩は作ってたと思うけど、まあいいな、一球見逃して3ワンで慌てるなよ。よし来た、この打球はレフトオーバー、イエス、勝ち越し成功。さすが金城、よく打ってくれた、よくぞやってくれた、ナイスバッティング、さすがだね、これぞ男金城ですわ。もうほんと代打の神様、そして一郎、結局一郎、またも一郎、1点なんてもううちのチームじゃ負けてるのともう同じだからね、同然同然、1点差なんて勝ってない、勝ってないと言えるよ、大きな声で言えるね、勝ててないと、僕は勝ててないですって。完全なボール球、カウントは3ボールノーストライク、投げました。あ、あ、あ、落ちろ、落ちろ、落ちろ、落ち、ない、落ちろー、なーん、お前か、頼むぞ、後続打ってくれ、後続打ってくれ、頼むぞ、頼む、もう、ピンチじゃん、もう、だから、なんなのよ、このゲーム、おかしいじゃん、毎、毎回これじゃないか、人が頑張って打った後にピンチを招くこのクソっぷり、もうおかしいよ、本当このゲーム作った人たち、わざとだよね、もう確実に確信犯だよ、こんな許されることじゃないと思うで。で黒羽、なんでこの黒羽ごときがこんなたくさん打ててるの。はい、スクイズ、ごめん、全く警戒してなかったわ、もう本当おかしすぎて、なんじゃこりゃ、もう前、これ毎回だからね、みんな、そりゃね、たまにはこんなパターンもあるでしょ、あった方が面白いでしょ。ただね、毎回さ、必死に俺が打ってさ、はい、逆転した、頼むよってとこでまたすぐピンチ招くっていうね。はあ、もう何にも面白くないけど、プレイヤーの頑張りを評価しなさすぎでしょ。はい、 AJ 落ちるね、当たり前ですよ、絶対ここで逆転してやる、勝ち越す、任せてくれ、頼むぞ、和田さん、和田さん、今日マルチヒット猛打賞ね、ここでも打つ、ここはよく選びました。第2球投げた、打ちました、どうだこれは、いけるな、これはいける、岩田の走力を考えればいけると思う、梶谷は肩が強いぞ、岩田どうだ、イエース、ナイス、犠牲フライで7点目、頼むぞ、最終回後続抑えてくれよ、大またチャンスできたかな、チャン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 、2アウトランナー2塁1塁、まだ欲しい、まだ欲しい、こんなんじゃいかん、こんなのじゃいかない、イエス、オーケー、ナイス、このバッティングは抜ける、イエスイエスイエス、入った入ってま入ってま、オーケー、よかった、このまま逃げ切るぜ、打ちまくるぜ、止まらないぜ、止まるつもりはないぜ、はい、抜けないのかい、そうだろ、いやもうこれで終わりでしょ、イエス、横浜戦無事勝利2連勝、素晴らしい、8対6で逃げ切りました。
もう本当にね、文句しかありませんでしたよ。何度も何度もピンチを招き、その度に打たれ、ただその度に取り返し、そして最後逃げ切りました。ありがとう。マルケンボーグ最後よく抑えてくれた。これだけ打たれてるね、ゴミピッチャーがたくさんいる中、よくこのファルケンが最後締めてくれたね。ギボンズ今季8勝目。中継ぎなの勝ちすぎだろう。先発の誰よりも勝ってんじゃねえか。いや、打つ方ではもう今日は完璧ですね。14安打、8得点。最高です。投げる方ではこんな感じ。ダブル斎藤がゴミってるね。あ、でも斎藤ゼロなのか。知ってもゼロ。はあ、そうなんだな。あ、そうだ。ピンチ招きながらも、なんか抑えてたからね。なんとなくだけど。勝ったギボンズが1失点してるっていうのもちょっとおかしな話だけどね。何しとんじゃお前、ボケ。ボケ。ボケ。許されることではないよ。イエス、これで横浜戦終わりました。ゲーム差はどのようになってるか。どうだ ?1 ゲームでも縮められたか。嘘ー、あ、もう見てよ、優勝してるね。気づかなかったわ。はい、2軍ペナントチームが今季リーグ優勝しましたね。俺が作ったチームではありますが。ね、過去も実況してましたけど。なんだろう、この嬉しいような、ちょっと悲しいような。いろんな思いが混じり合っている。最悪だね。はい、残念。リーグ優勝は逃しました。まあ、それはもう前もって分かってた話だからね。まあ、全然いいでしょ。二軍ペナントチームのちょっと成績とかを見ていこうか。リーグ優勝したくらいだから超強いんだろうね。次回はその二軍ペナントチームとの戦いになりますが、どうなんだ強いのか弱いのか。強いだろうね。まあ、投手陣だね。ほら見て。もうこれはリーグ優勝できるよ、みんな。これ見てくれよ。投げたイニング、ほとんどのピッチャーが200イニング超えてるよ。そしてこの防御率だからね。で、あ、見て。中継ぎ陣も最高だね。そらね、そらいいよ。あ、葵ちゃんがちょっとあれだけどね。葵ちゃんはまあ可愛いからいいんですよ。マスコットキャラ的なものだからね。マドンナ的なものだから。打つ方では、おー、今成が3割。この今成もミート力 B ありますからね。そら打つでしょうね。打つ方ではでもそこまですごくはないけどね。別にね。ひじりちゃんはどこいんの?ひじりちゃん。あ、いたいた。2割7分。うん、打つ方でやっぱそこまですごくはないと思うね。いや、投手力だね。野球ってやっぱ投手だわ。見たらわかるね。このチームにはダルビッシュも金子千尋も、ほんで、マイケンもそして強化された斎藤佑樹もいるからね。あれは俺が強くした斎藤だから。あれもう斎藤佑樹じゃない斎藤佑樹だからね。斎藤佑樹はあんな成績出さないから。OK、その2軍ペナントチームと次回は2連戦ですか ?OK、OK、わかりました。じゃあこのね、試合をプレイしていきたいと思います。残るゲームあと何ゲーム?あ、ちょっと見るの忘れてたね。残るゲームじゃああと6ゲームかな?おそらくそうでしょう。はい、残るゲームはもうちょうど6ゲームとなってますね。6ゲームで 4.5 ゲーム差をひっくり返すには一度も負けちゃダメだよね。OK、次回の2軍ペナントチームの実況。また見てくださると嬉しいです。もう負けられません。ヤクルト強し。なかなかゲーム差が終わらない。次回また会いましょう。グッバイ。